雲、倉庫に着いた。そっちから見える？いいえ、見えますぞ、八神氏。こちらは RK がそこら中にいるという状況です。相馬は？姿は確認できてません。桑名さんもまだです。そっか。倉庫に入っていった RK の人数は？ざっと100人ほど。 100？ とにかく倉庫が広いもので、その100人が河合の死体を探し回ってるようです。まだ運び出された様子はありません。スクモ君、車は倉庫のどこにつけたらいい？敵はもう皆さんに気づいて待ち構えています。どこから行ってもお出迎えは避けられません。ってことは正面から堂々と行けってことだ。始めようか。なんか前にもこのメンバーで似たようなことがあったな。血が騒ぎますね。生きてるって感じがしますよ。東さん、どんだけカムロ町で退屈してたの？行くぞ！まったくね。からでも来な。Yeah!
何してんだ。この人たちみんな勝手にここへ入り込んできてんだよね。手当たり次第ぶちまけてやがる。河合の死体を探し回ってたんだ。ああ、だがこの様子じゃまだ見つけちゃいねえようだな。死体も桑名のこともよ。よし、探し物は後だ。こいつがぶっ殺せ。やめろ。
これでしまいか。こっちはまだまだいけんぞ、おら。見たことない番号からだ。え？桑名だ。おいでなすったな。これで役者が揃った。あんたもここにいるんだな。今どういう状況だ。あんた何やろうとしてる。河合の死体を餌に、ずっと居場所のわからなかった相馬をここにおびき出したんだよ。奴も今この倉庫に来てる。じゃあお前、楠本玲子に電話したのも全部相馬を捕まえるためだったのか。ああ、捕まえてその顔を光にさらす。奴が好き勝手できんのも闇の中でだけだ。それを操る公安の黒幕も引きずり出してやる。そして、二度と楠本さんに手出しさせない。あの人は、あんたを裏切ったんだぞ。分かってる。でもいいから手貸せ。相馬をおびき出せるのはこの一回きりだ。俺一人じゃ相馬を殺せはしても、生け捕りにはできない。手借りたかったんだな。そう言っとけや。敵を騙すにはまず味方からだね。それにお前らが来なくたってプラン B はあったから。いいか、俺は地下倉庫の一番奥にいる。もう相馬も近くまで来てる。急いだ方がいいみたいだな。たく、100人に囲まれといてどんなプラン B があんだ。それはそれで見てみたかったかも。よし、下にも RK たちがいるんだろうね。だろうな。あん？上のやつらは何やってんだ。おい、こいつらやっちまうぞ。いい加減にしろよ。
よし、行くか。開かねえか。裏からつっかえ棒でもしてるのかもな。おい、どうすんだ。他に行けるところがないか探してみよう。なんだ。なあみんな、お、何か行けそうな場所でも見つけたか。ああ、行けるかちょっと調べてくる。みんなは追っ手が降りてこないか見張っててくれ。わかった、後ろは任せとけ。慌てずに急げよ、タボー。これを何とかしないとな。ふん、よいしょと。よっしゃ、来たな。さっさと桑南のとこまで行こうぜ。その扉から先へ行けそうだね。鍵がかかってるな。ピッキングで開けてみるよ。よし。よし。さすが八神さん。だけ嫌がるんだよ。タボ、杉浦、ここは俺と東で食い止める。お前たちは先へ行け。頼んだ。東、海藤さん。うるや。また荷物の山か。ま、八神さんと僕だったらなんとかなるか。よっ、この近くには RK はいないみたい。八神さんも進めそうな場所からついてきてよ。
だいるか。なんだ。おい、こらてめえ。でも来な。八神さん、ちょっとこっちも忙しくなってきた。先行っててくれる？おい、大丈夫か？多分桑名さんよりはね。ほら行って、八神さん。くそ、すぐに追いついてこいよ。分かってますって。
真似しやがって、ぶち殺してやる。Thank you.
ったく、時間食っちゃったよ。よし、行くか。またエレベーター、多分これで一番下まで行けるんだ。桑名さんも相馬もそこにいるはずだよね。なあ、行こう。死体と桑名一人だ。早く見つけてさっさと出ようぜ。埃っぽいんだよな。本当に桑名もここですか？こんだけ探してんです。もう逃げたんじゃ。だとしても河合の死体はここだ。俺らが来るまで出てった車はないんだから。とにかく死体だ。桑名を後回しでもいい。相馬さん、ありました、河合の、河合の死体。ほらな、お前らやればできるんだよ。よう、どうなってる？俺が見つけたんです。今引きずり出そうとしてんですけど。すぐに運び出すぞ。こいつはある筋に高く売れるんだ。みんなよくやった。桑名だ。隠れてやがったな。出てこいよ。俺らと交渉したかったんじゃねえのか？そんな銃撃たれちゃ交渉なんてできねえだろ。やっと見つけたぜ、相馬。なんだよ、ネズミは全部で何匹だ。まず一匹、一番しょぼいのからだ。いってえな、この。一番しょぼいのは俺らが相手だ。誰がしょぼいって？邪魔すんな。おら、間に合ってくれたな、八神。これであんたの計画通りになったか？あとはそこの殺し屋を生け捕りにして吊るし上げたら完璧だ。俺を殺し屋だって？お前が言えた口かよ。何人殺してんだっけ？俺は元国語教師だ。口喧嘩なら相手が悪いぞ。そうか、やっぱりな。昔一番嫌いだったのが国語の専攻だ。そう、まあ、お前はこじらせ果てたクソ野郎だよ。潜入だかなんだか知らねえが、一線越えるのをへとも思ってねえ。潜入ってなんだ？仲間の前で人聞きが悪い。沢先生を死なせた。絶対に許せねえ。そういうのは自分が有利な時に言うもんだ。みんな遠慮すんなよ。本気出していいからな。オッケー。
任せとけ。おーやさっさと終わらせようか。行け！サボー！